北川町子北川町子は元映画、テレビ女優。本名北川よし子。夫は俳優、タレント、司会者、作家の小玉清長男は元タレントで小玉清事務所代表兼事務用品の販売。卸会社の株式会社、近田社長の北川大輔。東京市出身。東京市の文房具屋の娘として生まれる。兄がいたが戦死した。 1949年、高等女学校生の時に新東宝撮影所に見学に行った際に制作主任の大村館さんに勧められ、学校を中退して送迎プロに入り、女優となる。翌1950年1月、東宝へ移籍する。1953年、杉江敏夫監督に抜擢され、逃亡地帯に主演の三国連太郎の情婦役を演じる。この作品から、 本名の吉子から北川町子へ改名した。以降、妖艶な顔立ちを生かした役柄をこなし、東方の中堅女優として活躍した。1964年に、同じ東方の俳優だった、小玉清と結婚、ほどなくして、女優業を引退した。数を数カを授かった。息子は、北川大輔で、一時期、小玉大輔や北川大輔、本名で、 タレントとして活動していたが、後に引退して、会社員をしている。娘は死去まで夫のマネージャーを務めていた。小玉の著書、負けるのは美しくの、見えざる神の手の章に結婚に至った経緯が書かれているが、知り合ったのは1964年のテレビドラマ、サラリーマン吉常君噴泉期の京都ロケへ向かう、車中であった。東方撮影所演技課から京都に一人で行けない。 女優がいるので一緒に行ってほしいと頼まれ、やむなく引き受けたところ、スクリーンで知っている、コケティッシュでちょっと姉お肌の伝坊な女性という、印象と全く違って、真面目で控えめで、感じが良く、相性がいいのか居心地よく感じたという。その四ヶ月後に結婚することになるのだが、父親を数年前に亡くして、母親と二人暮らしだった北川とのデートはいつも、母親か、 おばとの三人だったという。なお、北側の小玉清の第一印象は、なんて、おしゃべりな人なんだろうだった。結婚後、女優を辞めるに際しては、当時は、中堅女優と売れていない俳優との組み合わせだった。ために、会社からばかりではなく俳優仲間からも惜しまれたという。中でも、女優の河原夏子からは、小玉に、私の大好きな女優の一人だったのよ。 やめちゃうなんて本当に残念だわ。彼女が復帰する気持ちになったら、真っ先に、私に知らせてね。残念、残念だわと言われて複雑な心境になったという。1957年12月31日、東方サンパウロ支社解説のため、同じ東方の女優だった川内桃子らとブラジルへ出発。帰りに、アメリカのニューヨークへ立ち寄り、 第2回日本映画見本誌に参加し、1958年2月12日、日本に帰国した。当時はまだ海外と航自由化の前で、大変貴重なサンパウロニューヨーク訪問となった。ありがとうございます。